サバンナ、サバンナ、サバンナサバナ、サバナともはアメリカ合衆国ジョージア州南東部に位置する港湾都市、チャタム郡の郡庁所在地である。人口は14万2022人、2012年、推計。1970年まではジョージア州第二の都市であった。現在、同市の人口規模は州内第四位である。 都市圏人口は366,047人を数える2012年推計。市の北側をサバンナ川が流れ、サウスカロライナ州との宗教になっている。サバンナ川が大西洋に流れ込む河口からは約 20km 上流に位置している。かつてはサウスカロライナ州チャールストンと並ぶ奴隷貿易の拠点であった。現在ではチャールストン同様、 歴史的な街並みや建築物を再生、保存した観光都市としても栄えている。また、同志は南部的な魅力やサザンホスピタリティでも知られている。同志の聖パトリックデーのお祝いはニューヨークに次いで全米2位の規模を誇る。サバンナは小説、真夜中のサバナの舞台ともなった。この小説はクリント・イーストウッド監督、ジョン・キューザック主演で映画化された。また、 歴史地区内、チッペワスクエア、チッペワスクエアは、映画、ホレストガンプのロケ地の一つであり、ベンチが設置されていた。サバンナは1733年2月12日に、ジェームソオグルソープ将軍によって、全米最初の計画都市として建設された。1738年には、スペイン・ポルトガルからの移民が、同市に到着した。以後1世紀半にわたって、同市は、 イギリス以外の国からの移民を受け入れ、南部で最も国際的で多様性に富む都市として発展していくことになる。独立戦争の最中、1778年にサバンナはイギリスによる占領下に置かれることになる。1779年にはアメリカ・フランスの連合軍が死を奪還すべく攻撃を行うが撃退される。 独立戦争後の1785年1月27日、ジョージア大学、アセンズに位置するを設立するため、集会議員がサバンナに集まった。1818 18年、黄熱病の流行による検疫停戦期間が設定され、港湾2役及び市内の商工業がストップした。多くの船がサバンナ港には戻らず、地域の綿工業は大きな打撃を受けた。 1864年南北戦争下でウィリアム・シャーマン将軍率いる北軍が12月にサバンナの降伏を受け入れ制圧した。制圧後、シャーマン将軍はエイブラハム・リンカーン大統領にあてて自由な電報を打った。1930年代から1940年代にかけて駐車場を建設するために歴史的な建物が多く取り壊されるようになった。 公園も街路整備によって分けられるようになった。シティマーケット1870年混流やダベンポートハウス1821年混流の取り壊しをきっかけに7人のジョージア州出身の女性が立ち上がりヒストリックサバンナファンデーションを設立、サバンナの歴史地区を取り壊しから守る運動を始めた。こうした街並み保存運動家たちの活動は今日では 有名となったサバンナの再生に大きく貢献した。しかし、一方では、歴史地区にも、ハイアットリージェンシーサバンナ、1980年、混流など、近代的な建物も立つようになった。多くの都市同様、最初の2世紀にわたっては、農業がサバンナの経済を支えていた。初期の輸出品は、イギリスで需要のあった絹やインディゴであった。 1767年までには年間1トン近くの絹がイギリスに輸出されるようになっていた。サバンナ周辺の温暖な気候は独立戦争後に主産品となった綿花の栽培に最適であった。プランテーションシステムのもとでの綿花生産は同市のヨーロッパ経営移民に富と成功をもたらした。19世紀、サバンナ港は全米で最も繁栄する。 港の一つとなり、サバンナ市民は輸入された様々な世界の一流品を手にする機会に恵まれていた。サバンナは全米でも最も豊かな都市の一つとなるまでに成長した。サバンナ港はいつの時代においても同市の経済において最も重要な位置を占めている。アメリカ市の初期においては植民地内で生産された品物はイギリスに輸出される前に通過する。 港の一つであった。サバンナは世界最大の製紙会社、ユニオン、キャンプ社の本拠地であった。現在工場はインターナショナルペーパー社のもとで創業しており、同志の雇用を支えている。また、同志は有名な自家用ジェット機メーカー、ガルフストリームエアロスペース社の本拠地でもある。サバンナは32.050706。 マイナス81.103762に位置している。日本では宮崎市付近が同市とほぼ同位のである。アメリカが州国統計局によるとサバンナ市は総面積 202.3km78.1 ミである。このうち 193.6km74.7 ミが陸地で 8.7km3.4 ミが水域である。 総面積の4.31%が水域となっている。サバンナは湿地帯にあり平坦な地形であることから洪水が起きやすい。その被害を軽減するため4本の運河、フェルストリート K4 スプリングフィールド KC を作し、ポンプ場を建設した。4本の運河のうちフェルストリート K4 スプリングフィールドの3本はサバンナ川に通じている。 歴史地区はサバンナ最大の見どころである。その中心となっているのはリバーストリート、リバーストリートで沿道には19世紀の面下倉庫と通路を再利用した各種ショップ、バーレストランが並んでいる。また歴史地区西側に位置するシティマーケットはサバンナの旧中央市場を再生したものである。アンティークショップ、土産物屋、 小さな飲食店が2つの中庭の周囲に並んでいる。サバンナの歴史地区には以下の24の広場がある。24の広場はサイズや作りがそれぞれ異なる。最大の広場はジョンソンスクエアで噴水やモニュメントがある。最小の広場はクロフォードスクエアで運動場になっている。エルバートスクエアとエディススクエアは1950年代に 週刊高速道路 I-16 を延伸する際に取り壊された。リバティスクエアはシティマーケット公術の駐車場とするために取り壊された。現在、市はシティマーケットの駐車場を新たに地下に作り、地上には新たな広場を作る計画を進めている。サバンナの東高 30km ほどに位置するタイビーアイランド、市はサバンナのビーチとして知られる。 夏はリゾートとして賑わい、サバンナにとって歴史地区と並ぶ重要な観光地となっている。サバンナ国際貿易コンベンションセンターは、サバンナ川の中洲、ハッチンソン島、ハッチンソンアイランドに位置している。ダウンタウンからはフェリーと橋で結ばれている。サバンナの玄関口となっている空港は、サバンナヒルトンヘッド国際空港である。サバンナ市の西に位置し、 アトランタに本拠を置くデルタ航空をはじめ航空主要各社がハブ空港からサバンナへの便を運航している。アムトラックの駅がありサバンナを起点、終点とするパルメット号がワシントン DC やニューヨークへと走っている。またマイアミ、オーランドとニューヨークとを結ぶ長距離列車あるシルバースター号、シルバーメティオ号がサバンナに停車する。 クレーハウンドのバスターミナルは、歴史地区の西側にあり、タンパオーランドジャクソンビルアトランタシャーロットリッチモンド、ニューヨークへのバスの便がある。サバンナは、週刊高速道路 I-16 の終点である。I-16 は、歴史地区の西端まで伸びている。ジョージア州中部の都市メーコンで、週刊高速道路 I-75 と合流し、アトランタへと通じている。 アトランタまでは、車で5時間ほどである。また、大西洋岸を従環する、週刊高速道路 I-95 は、市の西を南北へと走り、マイアミ・ジャクソンビル・ワシントン DC、ニューヨーク・ボストンなどの主要都市へと通じている。市内の交通としては、チャットハム地域交通局、CAT が運営する、路線バスが市内をカバーしている。同局は、歴史地区内に、 無料シャトルバスも走らせている。また、歴史地区内では民営の観光馬車も営業をしている。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ、人種別人口構成、年齢別人口構成、世帯と家族、大世帯数、収入と家計、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。